NU クオート SW、互いの第一印象は、練習生時代のメンバーを語る写真イコール、チェファジ。とパワータイム、キャプチャー NU クオート SW が互いの第一印象について暴露した。NU クオート SW は13日に韓国で放送された SBS パワー FM、チェフ。ジョンのパワータイムでメンバーたちの第一印象について話した。練習生時代から苦楽を共にしてきたメンバーたちは、それぞれの第一印象はどうかという質問を受けた。レンはアロンについて、アロン兄さんはアメリカから来た。アメリカの文化とは違うから心配していた。気をつけなければならない部分があった。僕たちの宿舎で交代で掃除担当をしていたが、アロン兄さんが言葉がわからないふりをした、と暴露し、笑いを誘った。ニューヨーク大学のジャーナリズム学科に合格したが、歌手になるために諦めて韓国に来。アロンは、本当に運命だと思う。最初に来た時は韓国語が全然できなかった。わからないふりをしたのではなく、本当にわからなかった、と説明した。JR はベクホについて、ベクホに初めて会った時が16歳だったが、その時も体が大きかった。だからその雰囲気が怖かった。でも、ベクホが毎回最終島、シェジュドに行ってくるたびに、迎えに来てと言った。そうやって一緒に行ったり来たりするうちに親しくなった、と明らかにした。